あと5分で2時。相変わらずギリギリまで出てこねえ野郎だぜ。本当に来るかな？いや、来るよ兄貴。俺には確信があるんだ。あいつは必ず来る。来てますよ、レッドサンズの高橋兄弟が。いい機会だから、こんだけ集まったギャラリーにも思い知らせてやるぜ。通勤型は特急型には絶対勝てねえってことをな。早く出てこい、阪急2000。このバトルをてめえのさよなら運転にしてやるぜ。今さらこのバトルはウィアですじゃ許してくれるわけないよ。俺下手したら殺される。いてって。何やってんだ、いつき。線路の真ん中にへたり込んで邪魔だぞ。引くぞ引くぞ、うりゃうりゃ、ほらほら。やめてくれ。走り屋は電車で挑戦されたら受けて立たなきゃいけないんだろ。たくみアーバンライナーの弱点、それはズバリ車両重量の重さだろう。特急専用全動力車から来る車輪への負担がアーバンの弱点だ。足回りのチューニングやドラテクでごまかしても基本性能は変わらない。 RB26 ブラックモーターのパワーは絶大だが、リスクも大きい。翼足ブレーキを殺してりゃなおさらだ。後半思うように加減速ができず、アベレージをズルズル落としてくるはず。勝機があるとすれば後半の突っ込み勝負、窓枠を塗装してしまうのが肝だぜ。そこまで2000が2万1000に食いついていけるかどうかがこのバトルのキーポイントだ。若いな、こいつ。運転士になって何年も経ってないくらいの年じゃねえが、なんでこんなガキがあんなテクニックを持ってるんだ。まあ年はどうでもいい、早速始めっとすっか。ケイスケ、7001の女子側に乗れ。特等席から見物させてやるよ、急げ。それじゃカウント始めるぞ。5秒前4 3 2 1、ゴー。金曜日の7000系が飛び出してったぞ。で、あんな渡り線あったか。若橋亮介の7001マルーンスターだ。なんてこった、三つどもえのスーパーバトルになっちまうのか。いきなり関西最速決定戦になっちまうのかよ。アーバンの運転手ちゃんとのっち入れてないな。俺を待ってんのか。ストレートでちぎったらもったいねえだろうか。俺はバトルがしたいんだよ。本当のスタートはコーナーに入ってからだぜ。中里のよ、ノッチ緩めて2000を待ってやってるぜ。その余裕が後半命取りにならなきゃ。なんだあんた、ふざけやがって。あんなオーバーアクションな狩り走りでこの俺についてこれるわけがねえぜ。三編成繋がって突っ込んでくるぞ。と言っても並結してんじゃねえぜ。こうして近くで見ていると芸術的とすら言えるな。あの車は惰性運転もほとんどしない。全開全ブレーキで文字通りの選択する。あれがどんなにすごいことは分かるだろう。奴はいつも走行限界領域で自分の手足のようにコントロールできる。俺でもあそこまでは7センチをコントロールしきれない。感動的。
これだぜ、この感じ。全身の血が沸騰したようなこのハイテンション、これこそバトルだ。 RB26 全軸出力で半身ジェットカーだってゼロ加速でちぎれるぜ。伊達で特急料金取ってるわけじゃねえんだよ。線が近づいてる、バカな。線が全敗寸前のポンコツだなんて意識は完全に吹っ飛んだぜ。一級品の戦闘力を持ったらいい車じゃねえか。軽くひねろうなんて俺が甘かったよ。そみ通り全力でぶっちぎってやるぜ。くっ、ノッチを戻した。来たな。車輪が空転を始めやがった。厳しくなってきてが、店に負けるわけにはいかねえ。来たぞ、すごい勢いだ。うおぉ、アーバンに2000がぴったり食いついてるぜ。近鉄最速の中田とか苦戦してる。食いついたところで抜けやしねえ。手の内は読めてる。イン側から前にさえ出さなきゃ伏線ドリフトは使えねえ。外からだと言うんじゃねえぞ。外から生かすかよ。さすがアーバン、立ち上がりは半端じゃねえな。あ、また外から来た。ムカつくぜ、クソったれ。生かさねえっつってんだろうが。なあ、集中を任せてな。目を離すな、ケスケ。2000が抜きに行くぞ。なに、しまった。さっきのフェイントだったか。けど勘違いするな、こっちはフル加速で楽に前に出られんだよ。アーバンの実力を見せてやるぜ。台車が爆発した。モーターが吹っ飛んだのさ。粘着力の落ちた車輪に大出力を突っ込んで空転、回転数が限界を超えて遠心力に耐えられなくなり、中からコッパみじんってところだ。空転検知装置まで殺してたようだな。無茶するぜ、まったく。負けた、完敗だ。あんなすごい走り屋がいたとはな。ショックはショックだが、不思議と爽やかな気分だぜ。全力を出し切って負けたんだからな。腕を磨いてもう一度チャレンジしてやるぜ。それはそうと、どうやって帰ろう。どうやって来たかもわかんねえし、自尊できねえだろうな。なかなかいいもの見られて楽しかったろ、ケイスケ。パワーのない2000は一度減速するとスピードを乗せるのに時間がかかる。だから無駄な減速は一切しない。高いアベレージを保つための走りなんだ。伏線ドリフトだけがすごいわけじゃないんだ。ドリフトなしでアーバンを抑えたからな。早いって意味が分かった気がするよ。俺も久々にワクワクしたよ。つくづくあの2000は仕留めがいのある美味しいターゲットだぜ。負けたか。これで当分でけえ面できねえだろ。俺がその2000を仕留めりゃ、ナイトキッズ最速は俺ってことになるな。普通に勝ってもつまんねえから、ついでにそのポンコツに引導を渡してやるとすっか。現地解体にしてやるぜ。軽新戦併用起動デスマッチでな。